さあここからがハイライトだ。このコンビのダブルキックは熱いですね。どうだ、バンダイマニア元気もりもりまりちゃんです。バンマリ上陸りっくんです。いつでもフルスロットルつるみんです。今日はいきなりですが初出し情報、イエーイ。いきなり新しいイベントバトルに今日は挑戦してもらいたいと思います。はい、いきなりですね。はい、年の瀬ということで、はい、新しいイベントバトルはですね、はい、1月1日、2024年の1月1日から始まります。おめでたい日に始まりますね、はい、その名も、うん、ガンバレジェンズスゴロク2024です。おー、スゴロク。はい、こちらに今日はりっくんプレイしていただきたいと思います。選ばれちゃいました僕2023年頑張れずに、ね、いろんなことを経験そうですねしてらっしゃると思いますの で、 そうです、数々の敗北そして勝利経験してますから、紆余曲折ありましたので、そうですね、もう今日のプレイを頑張れジェンズ納めにしたいと思いますいい締めくくりにしてもらいたいなと思って、はい、交互期待。ね、はい、りっくんに新しいイベントバトル「ガンバレジェンズスゴロク2024」に挑戦していただきたいと思います。それでは早速やっていこう、バンバニー。ということで僕が使うデッキを紹介していきます。こちらです。天より降りてきましたはいまずね、リーダーがこちらの、はい、キャンペーンの仮面ライダーギッツマグナムブーストフォーム、そして2枚目が現在ね店頭で配布中の仮面ライダーガッチャとスチームホッパー、そして3枚目がレジェンドリアのカメラでガッチャードニードルホック、さらに4枚目がスカイライダー、そしてサポートカードにバルバラドを用意しております。こちらのデッキで戦いたいと思います、はい、これがあの動画上では2023年最後のプレイになると思うんですけど、はい、そうですね、どのように戦っていくんですか。2023年はですね、まあ、とにかく力でご利用したデッキが多かったと思うんですけど、はい、今日は攻防バランス取れたデッキなのではいはい、はい、力だけではないです、それを学んだので2023年の学びが詰まったデッキだと、はい、詰まったデッキになっておりますなるほど。ちなみにですね、こちらの仮面ライダーガッチャードはキャンペーンに必要なバトルパス報酬をゲットできる期限が1月6日までとなっているので、皆さんねぜひゲットしてたくさん遊んでみてください。ということでこちらのデッキで今日はバトルしていきたいと思います。バンマニではバトルしていきたいと思いますということなんですけど、お、なんか経験値2倍とかいろんな表示がありますね。めっちゃ気になるんですけど、まあ一旦バトルを選択します。はい、来ました、ガンバレジェンズスゴロク2024来ましたよ。じゃあ早速遊んでいきたいと思います。楽しみ。お、ステージ開放は、なんか、いきなり難しい。そうなんですよ、はい、今回リックに難しいに挑戦してもらうために事前にね、簡単と普通をやっときました。わあ、めっちゃありがたいです。あ、ありがたい。いきなり難しいで遊びちゃうんですね、じゃあ今回は。そうなんです、強敵と戦ってもらいたいと思います。ありがとうございます。じゃあ特別に今日はこちらの難しいモードに挑戦していきたいと思います。いきます。このステージに挑戦する、えい、アクセル、オーズがいろいろいますね。リーダーカードスキャン、じゃあまずはカメラでギーズスキャンしていきます。カードスキャン成功、タッチ操作でライダーを変身させよう。変身、矢印をなぞれ、もう一回、もう一回、マグナムブースト、レディーファイト。さあここからがハイライトだ。いいですね。ライダーカード、はい、じゃあ続いてカメラでガッチャとスチームホッパー、そしてはい、ニードルホーク、そしてスカイライダー、さらにサポートにバルバルトを使います。よし、勝つぞ、いきます。このチームで戦う、チーム決定だ。来ました、赤と白の仮面ライダーですね。相手はちょっとめでたい感じがしますね。相手チーム登場、さあ振り切るぜ。はい、まあ、体力は、ね、差はありますけど勝ちますよ僕は。はい、ロードの効果をね使いまして、ちょっとねどんどん能力を上げていきます。
ライダー出撃。全部俺に任せておけ。はい、スロットチャージ。スロットを行きます。スロットを出して揃え、行きます。スケット誕生。めっちゃ揃ったんだけど、すごくないですか。ただ、これ揃えるの難しいんだよな、ここ。行きます。まあさすがにね、まあまあでも3人ね、いるってことは有利ですから。よーし、先行をもらいました。行くぞ、行け、パーフェクト。そしてパーフェクト。さらに行くぞ、矢印をなぞれば。パーフェクトなんですね。相手の攻撃。2023年はね、もう本当にガンバレジェンズの年と言っても過言ではないぐらいね、遊び尽くしましたから。あー、ところでクリティカル発動しちゃいましたね。ラウンド2。こっちがクリティカル発動したかったですけど。よし、このコンビはいいですよ。コンビです。同時に行きます。トライ。すごいじゃないですか、これは。今日のリック調子いいですね。いきます。安心してね、ドラマニックチャンスを発動しまして、相手も、おー待って、これは勝ちたい。勝てないです。ここで勝てないのも、そうですね、リックらしいというか、相手が思ったよりこれ揃えてくるんですね。なかなかやっぱ難しいですね。ちゃんとクリティカルだけは発動しないように。クリティカルは本当に、まあよし。でここがね、どんな効果くるんだろう。あー、まあ、あ、で待って、必殺技で発動されたら困るんですけど、これで発動されちゃいますね。あーちゃー、できるぜ。エンジンスチーム、エレクトリフト、エンジンマキシマルド。これはちょっとね、絶望のお前のゴールだ。耐えたぞ。うん、まあ耐えたけど、ラウンド2でこのダメージは結構ね、次のターンに響きますね。行きます。グレート、行くぞ。グレートが出てしまいますね。行くぞ、頼む。なんでか。レジェンドアビリティチャンス、はい、きます。ライダーキック、タッチで選ぼう。くらえ。直してパワーチャージだ。まあ 100% に、はい、パワーチャージしまして、大事ですよね。ここも大事でした。すみません、いきます。ダブルキック、トリプル、いや、ならない。ダブルキック、まあまあ、ここは、お、行くぞ。このコンビのダブルキックは熱いですね。どうだ。まあ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 、必殺技チャージ。いきます。ここはカメラでキーツ発動していきます。ソータで必殺技を決めろ。さあ、矢印行きます。もう一回、いけ。マグナム、ムース、ビクトリー。どうだ。そう簡単にはいかない。ただいい勝負ですね、これは。ライダー出撃。よし、ここは勝たなければならないが、アイコンが揃いづらいんで頑張ります。いけ、揃え。よし、待って、いいんじゃない、これは。これパンチ出せばいける。
パンツ来い。まあそうなんですね、キック出ちゃいますよね。でもここで勝てば、またもドロー、いきます。そうなんですよね、あと1分のところが足りないんですよ僕は。ここは耐えてくれ頼む。そう防御上がるからね。そう落ち着いて、落ち着いてリー君大丈夫、耐えて耐えて、ルルナビリーだけでこれよし、あんパーフェクト、クリティカル来た。矢印をなぞれ、パーフェクト、いくぞ、矢印をなぞれ、パーフェクト、いけるんじゃないこれは。よし君の必殺、よし発動、タッチ操作で必殺技を決めろ。さあ矢印をなぞれ、いくぞ、もう一回、ビクトリー、タッチ、俺の勝ちだな。はいはいはい、やったー勝ちました。いい頑張れ人生納めですね。はい、誰がどんな世界を夢見ようと最後に勝つのは俺だ。今回のバトルスコアだ、発動しまして、いいんじゃない、まあまあスコアはね、まずまずということで、お来ました、めちゃ可愛いガチャといる、スゴロクが出てきました。それでおスモリちゃんのおかげでなんか称号ゲットしまして、おっと待って、金のサイコロゲット、これいいんじゃない？転がすがあるんで、いきます！はい、くる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 。 6？ これすごいんじゃない？お！え？え、なんかめっちゃもらえた。経験値ももらえた。すげえ！新しいステージが開放されたぞ！新しいステージ行きましたー。え、めっちゃいいのもらえたんだけど、これなんか気になる。次はこれがもらえるぞ、経験値を獲得した。はい、うん、めちゃくちゃ経験値上がってる、続々と上がりまして、おお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 。今日は2024年1月1日から始まる新イベントバトル、ガンバレジェンズスゴロク2024をプレイしていきました。いかがでした？いやー、なんとか勝ちましたね。よかったね。はい、いやちょっと危なかったですけど、ヒヤヒヤしましたが、いやーよかった、クリティカル出てよかった、ほんとに。でね、まあなんといってもね、この2枚、はい、大活躍でしたね。ここからがハイライトだと言わんばかりの活躍、仮面ライダーキッズ、はい、マグナムブーストフォーム、そしてこの、ね、無料配布の仮面ライダーガッチャのスチームホッパーもね、めちゃくちゃ強かったです、うん、いや楽しかった。いい頑張れ全蔵さめができましたか？できましたね、これはちょっと満足しているんですが、もうちょっとやっぱねやりたいなと思うんで、この後ね、あ、まあ、この後普通にプライベートで何度かプレイしたいなと思います、はいはい、大晦日も頑張れ全蔵ですねということですね、今回リックにプレイしてもらった頑張れ全ズスゴロク2024はステージクリア報酬、スゴロクマス報酬、周回報酬など様々な方法で称号やバッジなどをたくさんゲットできるイベントとなっております。ステージごとにね、本当に2024年にちなんだじゃないですけど、新年にちなんだちょっとめでたい感じのライダーとバトルできるのも、そうですね、楽しいポイントとなっております、はい。しかもスゴロクの演出も良かったですね。めちゃくちゃ良かったよね。お正月仕様になってて、はい、しかもガッチャードのスチームホッパめっちゃ可愛かったですよね。すごいあのめでたい気分で新年を迎えられると思いますので、うん、はい、ぜひね2024年も、はい、2024年も頑張れゼンズだということで、開催期間は2024年1月1日から1月21日までとなっております。ぜひ
たくさんプレイしてみてください。他にも情報がございます。経験値倍増キャンペーンを開催します、うん、はい、出てましたよね。出てましたね。もうめちゃくちゃ上がってましたよ ね、めちゃくちゃ上がってた。これはね、初心者の方にもありがたいですよね、うん、はい。このキャンペーンはですね、ユーザーレベル経験値とシンクロレベル経験値が2倍になっちゃうというね、うん、獲得経験値がね2倍になるというキャンペーンになっております。この機会にね、ぜひあのライダーライセンスカードですね、はい、まだ持ってない人はもう作るチャンスというか、そうです ね、だと思いますので、はい、この経験値2倍獲得キャンペーンの期間にぜひ作ってみてください。開催期間は2024年1月1日から1月14日までとなっております。さらに1月1日から特別な称号金河新年2024などがもらえる金河新年スペシャルパスが開催されます。こちらの開催期間は2024年1月の7日から1月の24日までとなっております。改めて2024年も頑張れジェンズだ。仮面ライダーバトル頑張れジェンズ4弾は全国のアミューズメント施設などで好評稼働中。テレビシリーズ仮面ライダーガッチャードはテレビ朝日系にて毎週日曜午前9時より放送中。映画仮面ライダーザ・ウィンタームービーガッチャード&ギーツ最強ケミーガッチャ大作戦は絶賛公開中。頑張れジェンズが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。